どうも、くまです。いや、今日からね、ついに浮遊大陸実装されましたね。いや、おめでとうございます。ということで、早速初見プレイやっていきましょう。よろしくお願いします。いや、何なんのかちょっと全然このシステムが分かってないけど、どうなんだろうね。まあ今まで迷宮とか戦場とか、まあコンテンツとしてはいろいろ増えてきたはいいものの、まあ迷宮に至っては私もう回ってないね。ほんと回らなくなったね。で、戦場は一応なんだろう、妖精の封筒があるから回るようにはしてるけど、どうなんすかね。なんか戦場に似た感じなのかな、どうなのかがわからないね。さあ行きましょう、浮遊大陸。お、落ちるーって言ってる。そしてなんかあれだね、浮遊大陸アップデートしてからかなんかわかんないけど、なんか私今日カンパニーすごく重いんですよね。なんででしょうか。カンパニー人気が加速してんのかな。さあ行きましょう行きましょう。ちょっと早く行かしてくれ。もうこんな会話はいいんだ。会話長えな。行かしてくれよ。おお、来たか。おお、なんか真っ白。浮遊大陸。よし、行きましょう。浮遊大陸とは、未知の広大な大陸を、なんとかせよ。漢字が苦手だね。奥地に進行すればレアなアイテムが手に入ると。なるほど。新たな装備の強化ができると。強化石で様々な能力で付与した、まあ、装備をパワーアップさせようと。エリアを選ぼう。はあ、はあはあははあ、モンスターが警戒して、何、探索を続けるとモンスターが警戒して強力なモンスターが出現するわ。とても危険だから、そんな時は休んで様子を見るといいかもしれないね。はあ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 。鑑定の仕方、プラチナ宝箱から手に入る未鑑定アイテムを鑑定しよう。移動工房で強化石となんとか賞を使ってお気に入りの装備をカスタマイズしよう。なるほどね、強化芸の始まりってことか。よし、じゃあ行こう。現在夜、これはリアルタイムと連動してるのでしょうか。じゃあアトラナの森行ってみましょう。雨降ってますね。ちなみに東京も雨降っております。ん？何これ？舞台編成ってできる。ああ、なるほど、なるほど。何やこれ？何これ？どういうこと？とりあえず探索しようぜ。へ？何やこれ？なんだ、よくわかんねえな。よくわかんねえな。なんだこれ。おうおうおお。おおお。おお。おお。なんやこれ。なんだこれ、よくわかんねえんだが。とりあえず端っこまで来たけど。え？これなんすか。ああ、はい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 。あ、弱いね。ん？おお。おお。なんやこれ。なんやこれ。
カンパニウェイこんなの運営するために時間かけてたのか。よくわかんねえな。シュールすぎる。何これ。まあとりあえず行けるとこまで行ってみようか。とりあえず全部解放すればいいんだよねこれきっと。あれなんか拠点みたいのあるね。あ、なるほどね。着いた場所が拠点になると。はあ。ここ行こうよ。え、この辺とか行けないよね。じゃあここ行こうよ。ちゃんとさ、綺麗に行ってほしいんだけど。何これ。ちょ待って、これさ、とんでもなくシュールじゃないか。大丈夫か。とりあえず全部埋めたい派なんで埋めましょうか。これなんか通ったところにも魔物が出るんだね。この素材を使って強化するのかな。なやこれ。あ、しかもあれだね、今方向を間違ったね。どうしたどうした。なんか社長なんか、いや、うぜえな魔物多すぎやろ。おうおう、これちょっとなんかいちいちクリックするのめんどくさいんだが。え、しかもクリックできんね。あ、できたできた。何これ、とんでもなくやばくないかこのゲーム。しかも次のフロアに行くさ、あれがないんだけど。ああ、ここにいる。あれ？なんかさっき行けてないのか。なるほどね。なんやこれ。これが運営したかった。運営じゃねえ。実装したかったものなのか。これ何？何を取れば星さんなの？ちょっと確認しよう。これ全部開ける必要ないのか？もしかして。フロアボス？あ、でもフロア全部踏まなきゃやっぱダメだよね。次のフロアが解放されたと。これどこまで行けるんだろうね。とりあえずフロアボスと戦ってもしょうがないよね。だからまず全部の解放を目指さないと。ダメだよ。よし、きっちりちゃんと歩け。ナイス。ああ。いや、これさ、どうなん。これなんか需要あんのか。これに需要あるのか。果たして私にはわからない。とりあえず行けるとこまで行こう。需要はあるのか。とりあえず行けるとこ行こう。とりあえずここボスでしょ、この800コーンって出てるとこ。
しかもさ、もっと早送りにしてほしいね、これ。遅すぎるわ。動きが。え、ダメじゃん。これ撤退したらどうなの？え？なあこれ。運ゲーじゃねえか。どこに敵いるかわかんねえもん。次のフロア。これな、何フロアまであんの？というか。めんどくせえからもう行っちゃうか。なんだこれ。運営よ、これはなんだ。一体何を実装してるんだ。俺にはわからん。あれなのかな。まあまあコンプ報酬はそのうち取れるでしょう。後々でも取ればいいんじゃないかな。はあ、なるほど。変なシステムだな。残念だよ。俺は残念だよ。冬たりがこんなんだと思わなかったよ。残念で仕方ねえ。そしてここがボスだったんだな。しかも結局フロア全部踏めてねえし。でも多分次行った時にフロアボスの場所がもう分かってる状態なんじゃないかなと思うんだけど、どうなんでしょうか。まあ今回はとりあえず行けるフロアまで行ってみましょう。それを目標にやっていきましょう。フロアボスを撃破する。次のフロアが解放されましたと。この辺から行っちゃおう。もう端っこ端っこ行こう。いやでも全然さ、HP も大して減ってないよね。あ、怪しい魔物を発見と。これがレアモンスってやつですかね。ん？これレアモンスなの？あ、希少種。その血を捧げよ。もう敵自体は全然強くないよね。あ、でも、一発耐えたね。あ、で、プラチナ箱をゲットと。あ、で、プラチナ箱はなんか、あれなんだよね。なんかで開けなきゃいけないんだよね。はぁ、あ、はぁ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 。これもうちょっとあれだね。早送りできるようにしてテンポ良くした方がいいかもね。今の現状だとちょっとテンポが悪いっすよね。強化石 C だって。絶対あれでしょ、弱いやつでしょ。まあ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 、何回まであんのか分かんないけど、いけるとこまで行こうぜ。さっさと。いやこれいちいちクリックするのめんどくせえな。発見しなくていいわ、これめんどくさいから。ここで発見と。まあ弱いんだよな、門番。これどれぐらいの人を目標にした難易度設定なのかわからないね。てか経験値ももらえないしね。あくまでキャラの強化素材が手に入る、まあなんかやつみたいですね。よし、次のフロアに来た。おお、なんかスターだね。じゃあこっちにしよう。対角線に行こうっと。いやーこれ発見しなくていいな、めんどくせえ。さあさあさあ、行きましょう行きましょう。でも全然本当に HP が減らないぞ。何フロアまであんのかわかんないけど、これクリアまでいけそうだね。で、ボスと。門番発見。門番撃破と。
じゃあこれはさ、いつまで戦えばいいの？これ永遠と戦ってていいの？え、ワンチャンこれもしかして1時間とかかかる？これワンチャン1時間とかかかんのか？やばいぞ、1時間も動画撮ったら動画容量半端じゃないぞ。まあいいでしょう。いやいや、いいよ、めんどくさいから発見しなくて。これ後々嬉しいもんなのかな。やってけば、あ、やったぜってなるのかな。この素材はいらねえな、マジで。希少種まだ結構いるんだね。1,2,3,4 あと5種類。ラッキーなのかな、一回発見できたのが。しかもこのアトロナの森にはこれだけいるよってことなの。あー来たね。これでまた一個枠が埋まりましたね。あ、それが希少種なんですね、森の。その血を捧げよ。てっきりこれかと思って、コーヒーカップとかいうやつかと思って。あ、硬いね、やっぱ希少種。つむぎなさい。なんかすごいバトルが遅いんだけど、これはなんでなの？これは私のパソコンのせいだ。いや、しかも希少種撃破してゴールドとかさ、微妙すぎだろ。あれれれれれれれ、すごいね。いや、これぜひね、早送りで見ていただいて構わない。その血を捧げよ。長すぎる。逃がしません。はっ。あ、希少種を倒したら、あ、え、しかも何も出なかったんだけど、なんやそれ。え、しかもなんか勝手に探索終了してんだけど、これどういうことなの。これみんな嬉しい、実装されて。俺は聞きたい。これはみんな嬉しいか。もっと違うのを期待してたんじゃないのか。カンパニーユーザー、もっとさ、画期的な新しいさ、何かを期待してたんじゃないのか。その血を捧げよ。舞台全員がさ戦うとか。逃がしません。よくわかんねえけどさ、とりあえず私が期待してたものじゃなさそうだな、冬大陸は。まあでもまた戦場と同じで、これもなんか毎日何回行けんのかわかんないけど、まあ1日1回ぐらい行くコンテンツにはなるんじゃないかなとは思うけどね。まあこの強化石ってのがまだちょっと全然見れてないんで、まあどんな効果なのかちょっとわかんないですけど。どうなんだろうな、これはこれで。お、どうしよう。なんかでも徐々に敵が硬くなってる。なんか徐々に硬くなってるね。そしてなんかすごい重い。なんやこれ、めっちゃスローな戦闘になってる。オッケー。ではもうちょっと液晶紙も終わっちゃうね。どうした、あれー、勝手に探索終了しとる。とりあえずこのアトロナの森、ここはなんか弱いんで、ここだけクリアしましょうか。
まあ、多分第10回層みたいなところでちょうどいいんで終わりなんじゃないかなと私は予測してるんですが、どうでしょうか。はあ、しかしちょっと浮遊大陸、これは残念な感じですね。個人的にはすごく残念ですね。もっと本当に新しい画期的なシステムっていうのを期待してたんですけど、ちょっとこれはやばいね。これ誰も求めてないんじゃないかっていうレベルだね。あー、しかもって感じだね。そうか、そうきたか、カンパニー運営。さあ、なんだかんだ大体20分ぐらい戦ってますが、いまだによくわからないまま戦い続けるという戦闘が続いておりますが、どうなんでしょうか、これは。おっ、モンスター警戒中。浮遊大陸に干渉しすぎたためモンスターたちが警戒し始めました。強いモンスターに遭遇する恐れがあります、ご注意ください。ああ、これが出たら今日終了って感じなのかね。とりあえず行くだけ行ってみましょうか。ああ、警戒中のモンスターに遭遇と。さあ、どれぐらい強いのか、じゃあその警戒してるモンスターってことやる。ああ、結構強いね。ワンターンじゃ沈まないんだ。白銀の精霊よ。ああ、そういうことか。ここで倒れるとは。まさか。そういうことね。こんなことが。なるほどね。それを。そしてこれ無限地獄に陥った気がする。白銀の精霊よ。そんなことはない。まさか。だってノナ倒せないでしょ。こんなことが。あ、毒食らったからこれノナ倒せるね、相手から。紡ぎなさい、白銀の精霊よ。はっ。ここで倒れるとは。うわ。逃がしません。ああ、なるほどな。負けちゃった。モンスター警戒中になったら次長レベルでも勝てないんだね。なかなか勝てそうな感じもしてきたけど。ああ、さすがに沈むと。ルーズと撤退しましょう。なるほど。あ、これで選べるって感じなのか。はあ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 。じゃあ鑑定してみましょう。おお。なんだかよくわからねえな。まあいいや、強化してみましょうか。セットする境界紙。やっぱこれがレアなんだね。なるほど。あれだね。あんまり能力的には上がらないのか。とりあえずこれでも強化してみますか。いや、これ強化に使うってこと？ん？まあ、いや、ちょっといらないなんかさ、ラックとか使ってみるか。あ、そういうこと、なんとなく分かってきた気がすんぞ。あー、これコスト10で、ん？違うのかな。あ、これ石を強くするって感じ？ん？まあいいや。おっと、こいつはちょっと危ない橋を渡ることになるぜ。運が良ければうまくいくが、パーだ。いいよ、ちょっとやってみよう。あ、これパーになった。
ほう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 。なるほどね。まあなんとなく分かってきた。ね、あとはあれか、防具に、あ、武器にも仕込めんのこれ。はあ、なるほどね。まあこうやってちょっとずつ能力を上げれるよというコンテンツのようです。まあまたね、地道に社長様クリアしていこうかなと思いますので、まあこの浮遊体力警戒中になると、まあ行かない方がいいよといった形でしょうか。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。